やあ、プリキュアちゃんたち。あ、イケメン男だる。イケメン男さん、何の御用かしら。ねえねえ、プリキュアちゃんたち。今日、何の日か知ってる？今日が何の日か？平成最後の日かな？それはもうちょっと先ろん。今日はお花見の日だったかしら。お花見はもう終わったるん。あれ？今日は一体何の日なんだろう？ちょっとちょっと、今日は一年で一番大切な日だよ。一年で一番大切な日？そうそう、ヒントは。ヒントは？俺っちの。俺っちの誕生日です。ヒントっていうか答え言っちゃってるるん。まあ、イケメン男さんの誕生日なの。おめでとうイケメン男、ハッピーバースデー。ありがとうありがとう。こんなにかっこいい俺が生まれた誕生日、みんな祝わずにはいられないよね。ってことで、はい、ちょうだい。およ、ちょうだい？何を？またまたとぼけちゃって。ほら、誕生日にくれるものちょうだいよ。あ、プレゼントのことかしら。イケメン男が誕生日って聞いたの今日だから、プレゼント用意できてないよ。ごめんね、今度スターの松あげる。とか言ってサプライズでしょ。知ってる知ってる、そういうサプライズとかドキドキとかいいからいいから、早くプレゼントちょうだい。サプライズじゃないる、本当にプレゼント持ってないる。そうね、何かあげたいけれど、イケメン男にぴったりのプレゼントを今は持ってないわ。今度スタードーナツあげるから、また今度ね。素敵なお花もあげるよ、だからまた今度。俺っち今日が誕生日なのに、今日プレゼントくれないと意味ないじゃん。あ、そうだ、いいこと考えちゃった。いいこと？そう、俺っちイケメン男のイケメンパワーでこうしてやる。それえ、うわー、プリキュアちゃんたちをプレゼントの中に閉じ込めてみました。プリキュアちゃんたちがオレッツのプレゼントってことで OK？ OK じゃないで。うわー、プレゼントになんかしないで。ここから出してくれないかしら。ダメダメ、みんなオレッツのプレゼントなんだから、オレッツの家に持ってくよ。よいしょよいしょ。あれ重いな。プリキュアちゃんたち太ったんじゃないの？なにあいつ、マジ失礼。こんな大きい箱に4人も入れられたら持てるはずないる。プレゼントの箱大きくしすぎちゃったかな。ま、特別な俺っちの特別な誕生日だからね。しょうがない、重すぎるから明日クッパでも呼んでくるか。明日力持ちのクッパに手伝ってもらおうと。それより今日は俺っちの誕生日だから、いろんな人のところに行ってプレゼントもらってパーリーだ。パーリー？イケメン男がパーリー探してどうか行っちゃったら、私たち明日までこのまま閉じ込められっぱなし？そんなの絶対やだ。ねえねえ、動画を見てるみんな、私たちをこのプレゼントから助け出したいなと思ったら、グッドボタンを押してくれないかな。そうすればきっと奇跡が起こるはず。さあ、グッドを押して。うわぁ、みんなたくさんグッドを押してくれてありがとう。みんなの応援できっと奇跡が起こるよ。誰か私たちをここから助けて。お散歩お散歩ルンルンルン。あら、こんなところにとっても可愛いプレゼント、誰かの落とし物かな。あ、この声はメルちゃん。およ、メルちゃん、私たちイケメン男にプレゼントの中に閉じ込められちゃったるん。あれ、プリキュアたち、プレゼントの箱の中にプリキュアたちがいるの？そうだる、早く助け出してほしいる。うわぁ、それは大変。よし、私に任せて、みんなを助け出してあげる。プレゼントの箱の中に、あ、いたいた。まずはキュアセレーニを助け出したよ。メルちゃん助け出してくれてありがとう。いえいえ。動画を見てるみんなも
グッドボタンを押して助け出してくれてありがとう。他の3人も助け出しましょう。他の3人はガサゴソガサゴソ。あ、誰かいた。キュアソレイユだ。キュアソレイユ救出大成功。メルちゃん助け出してくれて本当にありがとう。イケメン男には困った困った。動画を見てるみんなもグッドボタンで応援してくれて本当にありがとね。さあ残りの2人、キュアミルキーとキュアスターも助け出そう。2人を探し出すよ。プレゼントの箱の中に、あ、いたいた。これは、あ、キュアスターだ。エルちゃん、みんな助け出してくれてありがとう。どういたしまして。動画を見てるみんな本当にありがとう。残る1人、キュアミルキーを助け出そうね。おーい、最後の1人、キュアミルキーを助け出すよ。ガサゴソガサゴソ、どこにいるかな。あ、いたいた。やったー、助かったる。このままプレゼントの中にずっと閉じ込められてるところだったる。メルちゃん、動画を見てるみんな本当にありがとる。イケメン男には困ったるんね。でもお誕生日のプレゼントがもらえなくてちょっと残念だなって思っちゃう気持ち、私にもわかるる。ねえねえ、動画を見てるみんなはどんなプレゼントが欲しいる？何でも一つだけプレゼントがもらえるって言われたら何が欲しいかな。いろいろ欲しいものがあって迷っちゃうる。もしみんなの一つだけ欲しいプレゼント思いついたらコメント欄に書いて教えて欲しいる。みんなは何が欲しいのかな？ねえねえ、みんなは何が欲しい？私はたくさんのケーキが欲しい。私は綺麗な花束もらえたら嬉しいな。私はとっても可愛いお洋服が欲しいわ。私スイッチ欲しい。みんな欲しいものいろいろあるるんね。動画を見てるみんなの欲しいものもコメント欄に書いて教えて欲しいる。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバイルーン。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。遊ぶ部の画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうすると遊ぶ部の楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。